大橋さんどうぞ。はい、2つの点を指摘したいと思うんですけれども、もう事故の時どうなるかっていうのは想定したシナリオに全部依存します。それ全部壊れて全部出て、その全部がその環境に放出されるとなればどんな結果でも出せます。でもそれは大隕石が落ちてきたらどうなるかと、そういう起きもしない確率についてやっているわけですね。皆さんは原子炉で事故が起きたら大変だと思っているかもしれませんけど、専門家になればなるほど そんな核燃料が壊れるなんて思えないんですね。どういう現象で何がなったらどうなるんだと。いや、それを反対派の方は、いや、分からないでしょうと。水蒸気爆発が起こるわけがないと、まあ、専門家みんな言ってますし、僕もそう思うんですけれども、じゃあなんで起きないと言えるんだと、そんな理屈になっていっちゃうわけです。ですから今、安全審査でやっているのは、技術的に考えられる限りですね、ここがこうなって、こうなって、ここが壊れて、こうプルトニウムがこう出てきて、ここで止められて、それでもなおかつという過程を設けた上で、さらにそれよりも過大な放射能が放出された場合の前提を置いて計算をしているわけです。ここが一番難しいところですけれども、我々はそういうのはよくわかります。被害範囲を想定するためにこういうことが起きると想定をして解析をするわけです。ところが一般の方はどうしても、いや、そういうことがじゃあ起きるんだと、また反対の方が、ほら見ろ、そういうことが起きるからそういう想定をするんだというふうに逆方向に取られるから、おそらく議論が噛み合わないんだと思います。もう一つはプルトニウムの毒性です。プルトニウムの毒性というのは非常に誇張されて捉えられています。そのプルトニウムの健康被害を扱う専門家の方は社会的毒性というふうに呼んでいます。実際には何にも怖いことはありません。仮に大げさな話をして、プルトニウムをテロリストが取っていって貯水池に投げ込んだと、そこから水道が供給されていると、じゃあ何万人が死ぬかというと、そんなことはありません。一人も死なないというふうに言われています。プルトニウムは水にも溶けませんし、仮に体内に水として飲んで入ってもすぐに排出されてしまいますから、その小出さんが言っているようなことが起きるのは、全く仮想的にプルトニウムの粒々を一個一個取り出して、皆さんの肺を切開手術して、肺の奥深くのもう出てこないところに一つずつ埋め込んでいったらそれぐらい死にますよという、全く起きもしないような仮想について言っているわけですね。ですからそんなことをやって言ったら、それ皆さん自動車にも乗れないし電車にも乗れない、それ何が起こるかわからないですよという話と全く同じです。はい、それぐらいでよろしいです。じゃあ小林さん短くどうぞ。ちょっと映していただけますか。はい、毒物というのは、体に取り込み方でその毒性が変わります。例えば口から食べる場合、食べたり飲んだりする場合、それから、呼吸で取り込む場合で全く違います。今大橋さんがおっしゃったのは、貯水池を汚す、あるいは飲んだって大丈夫だということをおっしゃって、口から要するに取り込む方のことをおっしゃったわけだけれども、プルトニウムの場合に怖いのは、鼻から呼吸で吸入する場合です。その毒性はものすごい恐ろしいものです。で、それを今一つお見せしたいんですけど、出ないですかね。これです。世界にはプルトニウムの研究者が山ほどいます。で、原子力を支持している人もいますし、原子力に反対している人も、います。で、ここに縦にいくつも、そういう人たちを並べていて、上の方が批判派、だんだん行って一番下が一番の推進派です。でタバコを吸う人とタバコを吸わない人、それぞれに分けて、言っていまして、プルトニウムの239番という番号のついたプルトニウムについて数字が出ていますし、から原子炉の中で出てきてできるプルトニウムについての数字もあります。でこれはどういう数字を出しているかというと、何マイクログラムのそのプルトニウムを吸入したらば、肺がん染病というのは肺がんになって死ぬかというのです。これ数字見ていただいたら分かると思いますけれども、タバコを特に吸う人というのはめちゃくちゃ危険で、 0.0 なんとかというそういう数字です。マイクログラムというのは100万分の1なんです。ですからもう手のひらに乗っけても感じない、こんなものを測れる天秤はほとんどの皆さんのうちにはないし、大学にもほとんどないというぐらいの、それくらいのほんの少量でももし吸い込むようなことになれば肺がんで死んでしまうという、もうプルトニウム研究者がみんなが合意している、そういう毒物なのです。ですから、その貯水池に汚染して飲む場合とか言うんではなくて、事故の場合には原子力発電所から気体になったものが風で流れてくるのです。それを吸い込むことが危険なのです。ですから、こういうものに関して。どうして気体になるんですか？事故の場合にはもちろん微粒子になるわけですし、ものすごい高温になっていますので、エアロゾルにもなって出てくるわけです。ですから近傍で落ちるというのは本当です。しかしでも粒子になって、粒子あるいはそのエアロゾルになって飛んでくるという成分も必ずあります。
もう一つ聞きたいんですけど、はい、そのプルトニウムで肺がんになって亡くなった方っていうのは歴史上いるんですか？そういう疫学的な所見はあるんですか？はい、マンハッタン計画の労働者をずっと追跡しているグループがあります。で、肺がんで死んでる人たちがいます。ただし、統計学的にそれが有意と言えるかどうかということの検証をずっと続けてきているという、そういう段階です。今のところ有意だという結果は出てないというふうに聞いてますけど、こういうものは大変難しいのです。はい、学問は、はい、分かります。それは毒物の危険の証明する、統計学的に証明するということは大変難しくて、たくさんの人々の症例を長い年月にわたって追跡しながら証明しなければいけないんです。ですから広島長崎の原爆の人たちの中からがんが出てくるということだって、何万人もの被爆者というのを何十年間も追跡してやっとわかるという、そういうものなのです。ですから科学はこれからもその作業を続けますけれども、一歩一歩しかいかないということはご理解いただきたいと思います。はい、ありがとうございました。